左、ペトル・クルティツキーフ主教、中央、ティー・ホン・総主教、右、フェオドル・ポズデーフスキー大主教。1924年撮影。三人とも、新地名者として劣勢されている。新地名者とは、元来は、正教会において、異教の支配者のもとで永民した地名者に付されていた、聖人の称号。後世になり、 教会は、イスラームの下での地名者や様々な近代の地名者、特に戦闘的無神論を掲げた、共産主義による地名者たちを新地名者のリストに、加えた。公式には、新地名者の時代は1453年の、コンスタンティノープルの陥落に始まる。この称号で記憶される聖人には、信仰のために生命を落とした者の,のみならず、表信者も含まれる。 コンスタンディヌーポリー総主教グリゴリを過ごせ1453年のコンスタンティノープルの陥落以降、新地名者として公式に劣勢される地名者、聖人が現れている。ただし1453年以前にも中東、アナトリア島においてイスラーム支配者から弾圧を受けた聖人は数多く存在した。また、バルカン半島諸国においてもオスマン帝国による 弾圧の中で致命し、成人として記憶される者が多数いる。1931年、ソ連政府により爆破され崩れゆく、旧世主ハリストス大聖堂20世紀に入り、1917年のロシア革命によって、無神論を報じるソビエト政権が成立すると、ロシア正教会の多数の聖堂や修道院が閉鎖され、財産が没収された。後に、 世界遺産となるソロベツキー修道院は強制収容所に転用された。教会側の対応は、ロシアに残って白軍に協力して共産主義勢力に抵抗する者や、ロシアに残って共産主義勢力に一定程度妥協する者、亡命する者、などに分かれたが、やがて共産主義に抵抗する者は、白軍と共に一掃され、 殺害されるか国外に亡命するかのいずれかに至った。聖職者や信者が外国のスパイなどの権威で逮捕され、また多数の者が処刑され、致命した。日本聖教会の京都主教を務めていたことのあるペルミの聖アンドロニクは生き埋めにされた上で銃殺されるという得意な地名を遂げたことで知られている。ニコライ二世をはじめとする皇帝一家も 銃殺刑に処された1921年から1923年にかけてだけで、主教28人、最大司祭2691人、修道士1962人、修道所3447人、その他神と多数が処刑されたが、1918年から1930年にかけてみれば、およそ4万2千人の聖職者が殺され、 1930年代にも3万から3万5千の死災が銃殺もしくは投獄された。1937年と1938年には52人の主教のうち40人が銃殺された。これらの犠牲者がソビエト連邦の崩壊後、新知名者として劣勢されることとなった。2000年8月の時点でその劣勢の対象者は860人を数えた。 遺婚として描かれた、ニコライ二世とその一家、ボリシェビキにより全員が銃殺された。苛烈な宗教弾圧を行ったボリシェビキに、殺害された、ニコライ二世とその家族の劣勢が20世紀末になって、正教会により行われたが、その記憶する称号に、致命者を付すかどうかについては、見解の差が、正教会内に存在する。在外ロシア正教会は、 ニコライ二世一家を1982年に致命者として劣勢している。これに対し、ロシア正教会は2000年8月、ニコライ二世一家を受難を耐える者として劣勢した。ニコライ二世一家の劣勢の可否についてはロシア正教会内でも議論の的となった経緯があった。亡命者とその子孫を中心とする在外ロシア正教会は、 革命勢力に殺害された皇族の劣勢に積極的であったが、ロシア正教会は、在外ロシア正教会に比べて劣勢には相対的に消極的であった。両教会の微妙な温度差がこうした別の称号で記憶することに結果している。ただし、ロシア正教会のものも含め、新知名者のイコンには、ニコライ二世一家が中心家法に描かれるのが普通である。 出典高橋康幸。迫害化のロシア正教会無神論国家における、正教の70年83ページ、教文館、1996年 ISBN47 億6426万3254、前提。迫害化のロシア正教会無神論国家における、正教の70年125ページ前提。迫害化のロシア正教会無神論国家における、 聖教の70年126ページ。ありがとうございます。